バック。さあ、トンポン敗れて13人目、5勝3です。サーコーさんに流れを変えられて、こちら11でない勢は13人目。残り3人対5人まで来ました。一試合一試合が大事。そして第9のパス、スライディング、勢いで対立、しかし突き上げ、速い深く仕上がりました。投げ返される、投げを返る。さあ、しかしから演出が入らない。コパンが長い。さあ、あと2人、残っているのは賞金キャップ。2対5の状況までしてしまった。ここ一番発揮できるか、賞金初手はオズワルド対マリー C からポイスでかいのが入る。開幕タッチまで投げるか、ヒッティーは得点しない。さあ、意外と隙が少ない。大好きなボールを本望からスタート、ブロック投げ届いてゲームを取り逃しているか。流れが速い。直線回ってるからもう倒れてしまった。対してサードバックを長くしたい感覚ですね。大丈夫か、当たらない。そしてまだシット。この胸に闘魂ある限り。やばい。さあ先鋒同士、レディーゴー。黒田行くぞ。まさか最大シュートバイツ見ています。出していくわ。厳しい。黒田まで来る。さあいろいろらしい空気になってきた。レッドがなって相手の中には TC しっかり決めていくぞ。このね TC から黒田沢倉選手、かなり伝染していました。さあ最後のトレードのキャプテン選手、ここから6発決めるんでしょうか。さあ続いての選手、ユーミン選手。